わしの名はアリストテレス、万略の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学について学んでいこう。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは熊本市西区にある崇城大学メインキャンパス。工学部、芸術学部、情報学部、生物生命学部、薬学部の語学部に加え、大学院の3つの研究科があり、それぞれの分野で社会に必要とされるプロフェッショナルを育てています。また阿蘇熊本空港に隣接する空港キャンパスでは、未来のエアラインパイロットと航空整備士の育成を行っています。学部・学科の専門教育に加え、 IT スキルや英語力、コミュニケーション能力といった社会で活躍するために必要な実践力も育んでおり、学生は高度な知識や理論、スキルを身につけるのはもちろん、幅広い教育とキャンパスライフを楽しんでいます。英語学習施設シルクは、社会で使える実践的な英語をアクティブラーニングの授業や自立学習を通して、多くの外国人講師と楽しく学べる施設です。まるで留学しているような体験ができるサルクをはじめ、イベントホールやカフェなども完備。また学外でも英語学習ができるオンラインシステムも整えています。崇城大学ものづくり創造センタースミックでは、学生のものづくりへの情熱を支え、成長を促すために広い敷地に最新設備を整えています。思い立った時にいつでも自由な発想でものづくりを実践でき、新たなアイデアや技術への挑戦を果てしなく広げられる環境です。2020年にオープンした IoT AI センターは、これからのデジタル社会を生きる学生にとって必要な知識を身につけ、高度な情報通信技術を駆使して地域や社会の課題を解決できる人材育成を目指しています。ほうほう、崇城大学のメインキャンパスはいろいろな施設や設備があるんじゃの。次はもう一つのキャンパスを見てみよう。阿蘇熊本空港に隣接した空港キャンパスでは、工学部宇宙航空システム工学科、航空整備学専攻と航空操縦学専攻がそれぞれ厳しい訓練に挑んでいます。2008年に開設された航空操縦学専攻では、未来のエアラインパイロットの育成を行っています。唯一の国内一貫教育で、学生は厳しい訓練を乗り越え、エアラインパイロットへの道を切り開いています。このように崇城大学では、社会に必要とされるプロフェッショナルを育成することを目標とし、何を学んだかではなく、何ができるようになったかを重視しています。学生を入学時から卒業までサポートするチューター制度をはじめ、教職員一丸となって学生の心に火をつけるをモットーに、大学生活を支えています。ふむ、崇城大学ではいろんな学びがあふれておるな。今後の崇城大学の活躍が楽しみじゃのう。